あの人の現在。パペットマペット素顔画像流出、また現在逮捕されてるとの噂も。以前お笑い番組で大人気だったパペットマペット、牛くんとカエルくんからなる漫才コンビは、その愛らしい姿に視聴者は釘付けになりましたよね。ちなみに中心にいる黒子は、その名の通り存在しないことになっているようです。しかしパペットマペットは様々な場面でネタに使われたりしました。詳しいことはまた後ほど紹介することとして、最近は全然メディアに出なくなりましたよね。人気がなくなったのかどうかは分かりませんが、一部逮捕されていたとの情報も。気になる近況と、ついにパペットマペットの中の人の素顔が明らかに。逮捕された？現在なんとメディアに登場しなかったのは逮捕されたからではという噂が。というのも、以下のような画像が出回ったためです。牛くんとカエルくんが捕まっています。何か悪いことでもしてしまったのでしょうか。実はこの画像、イロモネアという番組内でバナナマンの設楽さんがパペットマペットの黒子を覆面にしてテレビ局の中に入れてもらおうとしたときに警備員に止められているという画像らしいです。この画像から一気にパペットマペットが逮捕されたという噂が流れてしまったよう。逮捕というのはどうやらデマみたいですね。そして現在は地道に地方へ営業をしているようです。素顔画像流出。近しい人々からはイケメンと言われている黒子ですが、なんとついに素顔が流出してしまいました。ネットでもすでに拡散されているようです。確かにイケメンですよね。地方営業を日々頑張っているパペットマペット、久しぶりに牛くんとカエルくんに会いたいですよね。もしかしたらあなたの町にもそのうちやってきてくれるかもしれませんね。